いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでよしかさんですね。おお、あ、小文字の英語ね。はい、よしかさん、よろしくお願いします。で、明日発送ですね。なので月曜日が最短着かな。ここ来てね、月曜日が最短着ですね。8パック、はい、よいしょ。でパック1何かしらインサートかサインかパラレルか、はい、入ってますね。ちょっと切りやすい方を切ります。はい、一緒に開けます。まずはこれが多分インフレクションのアップデートかなと。番号的にレギュラーカードも非常に綺麗ですね。シンプルでとてもいいです。ダイカットインサートですね。はい、ね、シリオ・フェレールを倒しちゃったんですね。でも先生木刀でしたからね。うん、ジョラーノは金ですね。99。うん、あとこれレギュラーカードが全部パズル、裏がパズルになってますんでね、いいですよ。はい、で書き込み量と、これなんだろうな、キング・ジョフリーはいね、元祖バカ息子です。バラシオン家のね、はい、キング・ジョフリーって書いてますね。うん、はい。ジャック君なんか他に出てないのかな。結構ねいい演技でしたよ、ほんと。役者としてはすごかったと思いますね、若いのにね、うん、すごい熱演ですよ。ほんともうバカ息子っていう感じだもんね完全に演技的にも、もう最後の毒殺のシーンだってもうほんとね、あの2カメで毒殺ババアを映しててほしかったですねはいね、グレイワームですね。鉄板インサートの1枚出ますね。ジョフリー初めて見ましたよ、うん、今日結構上げてますけど初めて見ました。はい、書き込み用と2枚パターンだ。あ、これも初めて見たな。はい、サンドの1人違うか。はい、どこにいたかな。多分タガリエのお手伝いさんかな。はい、まあ箱的にはジョフリーの方ですよね、完全にね。いやー本当いい役者さんですよ。もうね、ジョフリーって来たらもうホールバカ息子っていうね、もう完全にその役をこうレッテルを貼りましたからね、すごいですよ。さすがだなと思います。はい、ということで、書き込み量とか2枚出たんですけど、今日初めて見ました。今日っていうかこのプロダクトで初めて見ました。書き込みがキング・ジョフリーですね。うん、サインもかっこいいですね。なんかすごい若い子にこう人気ありそうですけどね、うん、なんか歌歌ってるとかそんな感じっぽそうですけどね。はい、じゃあ、今回やりますね。左店長で右がお客様です。お客様先行で3回1、2、3。フラッシュ欲しい、はい、フラッシュ欲しいね。は
はい、ということでまたぜひねチャレンジしてください。はい、ということで、うん、いいっすね、ジョフ、ありがとうございます。